はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター、第5回目ですね、やっていきたいと思います。対戦艦の補給中のところを狙って太陽の炎だっけ、あれを暴走させて爆発させるっていう作戦で、前回ですねミシリアでだいぶ戦力強化をしたので、まあ、敵は全然楽勝に倒していけると思います。魔法に関してはねレベルが低いんで、そのホーリーレベルを上げていくっていうのもちょっと必要。あれなんだお前たちは、尋ねる。ノーバーラ、貴様ら反乱軍だな。当たり前だろう。キャプテン、そんなやつ雑魚だ。もうホーリーレベル1、これは1回打っておく。ちょっとあのためにギャー390、本気で行こう。マリアの力見してやる。という前に倒した。いや、ここ通行証を見せれば全然大丈夫なんだけど、所詮はキャプテンだからな。黄金の鎧か、ゴミアイテムだ。回復はしよう。こいつは全員キャプテンかな。まあいちいち戦っていくのもね、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいんで。でこれ何、どっち、下もあるし上もあるし、ちょっと上から行こう。ガスト4体で、ホーリー、ちょっとマリアは常にホーリーだな。ガストなら効くだろう。29、全然効かない、普通だ。よし、レベルアップ600円。まあ、金ももうそれなりにあるっちゃあるからね。4体までだったらヒッターで倒せなかった。そうだ、ホーリーが弱えんだ。下へ降りる階段2階。あれ3階から来た、スターナー、雑魚だな。ホーリー2じゃさすがに倒せないと思う。47は無理だよね。しびれてる。暗黒の弓、じゃ暗黒じゃねえ、暗闇の弓だ。絶対弱いでしょ。いや弱い、めちゃくちゃ弱えわ。いらん。あれなんかいる。ちょっと待って、宝箱か先。いっぱい出てきた。こいつらさ、ダメージ食らうとたまに麻痺するからね。おっ、裏ヒットがすげえ。全員暗闇になった。ほら麻痺した。これがめんどくせえな。ホーリーレベルアップ3か。でエスナーちょっと1回ずつ備えてレベルを、よし上げよう。でこれは盗賊のコテか、どうなんだろうな。一応装備しておくか。素早さがプラス10っていうのはまあでかいよな。まあ回避率も上がるし、装備するだけ装備しとこう。いやいや、なになに、無理やりだな。鉄格子を開けた。そして門番ホーリーさん、ちょっと変わった、少しだけ光が豪華になった気がする。フリオニール、あなた方を迎えに行ったはずがすいません。助けに来てくれて感謝しています。ただの足手まとい。礼なら後だ。俺は王女の先に飛宮艇に向かう。お前たちはエンジンを探し炎を投げ込む。すぐに飛び立てるようにしておく。遅れたら置いていくぜ。まあシドも一応騎士団長みたいな感じだったからね、ここら辺の敵なんてものともしないんだろうな。ウェアパンサー、ザコハイポーション、ポーション、あれ結局ここってこれだけしかないんだけど、あっちの階段やっぱり降りんのかな。いっぱいいる、キャプテンがいっぱいいるとこ。とりあえず魔法が弱いんだよな、基盤のとこ。3になっても100いかねえかな。てか一発で倒せねえし。
って、こっから下向いてんのか。あそこの階段も気になるからな。ちょっと戻るけど、行こう。2階。お、あれ、これ開いてない。開けられる？鉄格子だ。牢屋の中は空っぽだ。ダメだ。こっちじゃなかった。スタナを倒す。だから1回こう邪魔なんだけど、どいてくれた。よし、ホーリーレベルアップ。あれ、よく見たら入り口のところにダークナイトがいる。え、あっち行くのかな。ちょっと待って、こっちはこっちで階段があった気がするんだよね。ホーリー4いけるか。107、弱いけど一撃では倒せるようになった。ほら、下に降りる階段がある。ちょっとこっち見てみよう。魔法ってどれくらいのレベルになればこう使える感じになるんだ。知性が低いのかな。3階。バーサクも鍛えないといけないからね、補助魔法として。猛毒か、しまった。猛毒は毒消しじゃん。 S がレベル上がったけど、どうだろう、直せるようになったかな。クラウダの方、ちょっと S なを使ってみよう。 S なに、おお、直せるようになってる。よしよしよし。こいつはどこにいんだ。あの、なんか地下のよくわかんねえところでうごめいているキャプテンたちは超謎のとこで強制労働させられている。モンスターの先制攻撃結構多いな。いけ、ガイガ。状態異常が結構厄介で、結構高い確率でブライン4食らうとね、もうほぼみんなサングラス状態だから。で、全員にもかけられるんだけど、レベルを上げるっていう意味でマジックパワー消耗するんだけど、1人ずつかける、熟練度アップのために。一応エーテルがあるんで、エーテルどれくらい回復するんだろう。10とか20だったら悲しすぎるよ。それはさすがにないと思うんだけど。で、さらに下4階。下っていうか上に来てんな。階段登った。今で濃いところがあったね。今上に、ただ右側に宝箱があるっぽいんだよな。ちょっと先に宝箱を回収しよう。で、エスナかけて、はいはい、右側の宝箱、これヒルギガスというのが出てきた。しかしホーリーの前では無力だ。ホーリーが無力だ。げっ、杖168。全然強い敵が出てくんな。あれ、オーガキラーだからかな。ダメージめちゃくちゃ取ったけど。オーガ特攻とかトライデント、マインゴーシュとか。トライデントは槍だよね。弱いけどいらない。突然モンスターが現れた。ゲーヒルギガースがいる。食らえホーリー。200か、食らうね。いけかい、オーガキラーの力。アイスシールド、あ、やった、手に入れたわ。黄金の盾をアイスシールドに変えるけど変わんなくね。じゃあガイ、ミスリルの盾を黄金の盾。巨人の兜、カブトはちょっといらないからな。で、ケアルで害を回復させよう。400くらいか、回復量が。
6体一発で倒せるようになってくれれば OK。 ガストが厄介なんだよね。ほらフライン使ってくるから。4人ともなったし、 エスナの出番だ。ちょっとこのマジックパワーが来たら3になったエスナが。エーテル使ってどれくらい回復するのか。でそしたら攻撃に切り替えよう。ホーリーレベル4か5にはなってほしいな。マジックパワーが尽きる前にスリム耐性が弱いな。クラウダの方3回ちょっと余分に歩数をやったら敵が出てしまった。で下に降りて5階。なぜ？ちょっとここマップが複雑そうだな。これゴリ押しできんのかな。モンスターの先制攻撃240。やべゴードンちょっと危険。こいつは相変わらずダメージ取んだよな。あこの死に方するんだったら消えそうだな。敵シンボル、いや消えない。邪魔くせえ。じゃあちょっと回り道していきますか。ホーリーレベル5どんどん上げていこう。てかもうマジックパワーがない。1個エーテルを使ってみよう。いや20か。あったね、20しかないっていう確率が。いやマジかよ。攻撃切り替えよう。そうするといやまあ攻撃の方が強いからいいんだけど、てか魔法使う意味がもう全然ないな。マジックパワー5使ってさ、ホーリーとはいえ100ちょっとだからね。だったら普通にさ700も当たるからね。どうなってる。ちょっとバランスがよろしくないね。こいつは死ぬよね、さすがに。火力で押す。ワンターン。いや、いるんだけど、これ何これ。いや、右から回ってけってことか。めんどくせえな、ほんとここ。ひたすら攻撃をする。ゴードのヒットポイントだけ見ると別に普通だよな。もう一回ミーユ仲間になるんだけどさ、ミーユのステータス上がってない人多分雑魚だと思う。あいつついてこれない気がする、こちらのパーティーに。自爆痛い。ちょっと待って、あのもうケアルを使うさマジックパワーがあんまりないんだよ。やめてくれよ。でこいつら暗闇食らったら、だってエスナかけなきゃいけないでしょ。いやマジックパワーが結構枯渇するな。一人一殺はできるからね。ファイヤーでこうか。なるほど、敵の数が多いんだよね。6体とか7体とか余裕で出てくるから。まあ、でも基本一撃で倒せるっちゃ倒せるからね。あこれはもうエンジンルームだな。ちょっと待て、マジシャン4体が立ちはだかっている。しかしお前らでは止められる。
サンダーの魔術の杖、大戦艦エンジ、太陽の炎、大戦艦のエンジンの中に投げ込んだ。あれ来た、なんだとエンジンが。その声は、急げマリア、磁気爆発する、飛球艇まで走るんだ。よかった勝手に走ってくれて。それ宝箱取れなかったな一個。まあいいや、爆発するまでに結構時間あるよね。誘爆とかすげえすぐしそうなんだけど。いやでもこの帰り道を歩かなくて済むっていうのがよかったよかった。おお、飛空艇どこへ待機させてたんだ。どこへ送り届けてくれる。洞窟がある。さてアルテアか。でヒルダを送り届ければいいのかな。アジト、あれ女王様ってどうなった。いない。シドどこへ送り届けたんだあいつは。で王様どうなってる。あれなんかちょっとイベントが始まった。やばいか。もうゴードン、ミユ不良にいる。最後の頼みがある。心して聞いてほしい。ゴードンよ、随分とたくましくなった。いやめちゃくちゃ強くなったよ。お前が我が軍の指揮を取るのだ。ヒルダを助けてやってくれ。この命を変えてかけてか。世界の破滅が訪れた時、究極の魔法の封印が解けるという伝説は知っているな。わしは今その時だと思うんだがどうだ。私もそう思います。今こそアルテマの封印を解く時かと。不良にいる、お前たちは竜騎士団の城ディストへ向かってくれ。竜騎士団は帝国の攻撃により皆殺しになったと聞いたが、あの気高く強い竜騎士団のこと生き残りがいると信じておる。帝国の強大な力と戦うには飛竜と竜騎士の力が必要。皆が力を合わせれば勝利の日は必ず訪れる。頼んだぞみんな。娘をヒルダを頼みます。陛下、今は涙に暮れている時ではない。王の遺言を実行する。それぞれの使命を果たすのだ。こいつはここでおさばらか。炎の槍を装備させなくてよかった。ミスリルの槍をくれてやっただけでもありがたく思うんだな。ふふ、もう入れ替わっているか。偽物だからね。あれこっちに座ってんだ。皇帝がディストへと攻め込んだ時、誰もがよくある小競り合いだと思った。だが皇帝は竜騎士の力を恐れ、彼らの血を根絶やしにした。竜騎士の一族は飛竜の言葉が理解できるという話。ディストに行けば飛竜もまだ生きているかもしれない。飛竜がいれば大きな力になる。ハルムに立ち寄ってディストまで行く船を探してみるといい。わかりました。パルム、あんたらディストに行きたいのかい。ラッキーだよ。ちょうどディストまで行くところだよ。乗ってくかい。都合が良すぎると思わない。だけど他にディストへ向かう船はない。彼女たちを信頼するしか手はないだろう。レイラ、町の外で待ってるから準備ができたらすぐ来な。準備などできている。あこっちの船か。ちょ行けねえし。しかも5体も出てきやがった。めんどくせえな。いややっぱ毒け60も食らうの。毒で、毒の方が脅威だな。じゃあ乗ろう。
FF2 は別に港に降りなきゃいけないとかそういうのはないはず。海賊なんかを信用したあんたたちがバカだったね。持ってるもん全部置いてきな。命だけは助けてやるよ。俺の装備を見てよくそんなことが言えるな。やる気なのかい。つくづくバカな連中だよ。バカは貴様らだ。海賊八、先制攻撃されてきたな。こいつらはもう雑魚だな。一体一体料理してやろう。数の暴力などそんなもので俺を止められると思うな。2100円、持ってる金が違う。あたいらの負けだ。覚悟はできている。好きにしな。それでは好きにさせてもらおう。お前をいただく。レイラ、帝国と戦おうだって。船をよこせ。ディストでも世界の果てでもどこだって行ってやる。レイラが加わった。レイラ用の武器とかないんだけど、ちょっとよくわかんねえとこに放り出されたな。248、弱すぎる。あ、こいつ二刀流なんだ。もういいや二刀流で。そのだがミスリル、あ、売ったっけミスリルナイフ。あ、マインゴーシュテに入れたじゃん。なんかさ、これ非売品っぽいけどさ、いや装備させてあげるか。ミスリルの盾、あ、攻撃力そうか。両手だから強いね。トライデント、古代の剣はもったいなさすぎる。ちょっとレベルを見よう。武器レベル、槍は1か。弓が3なんだな。剣が4。まあいいや、これで。ディストってどこにあるの。だいぶイーグル。レイラ二刀流弱えんだけど。普通に片手で十分だわ。利き手じゃない方が全然ダメージ通らないからね。多分こっちの島が怪しいよね。上陸できるとこある。キラーフィッシュ、ダメージ量は全然違うよね。まあそれはしょうがない、まあ、戦力としてはもう数えてないから。なんだこいつ、硬そうだ。やはり硬い。いやめちゃ硬い。たまたま槍が通らなかっただけか。そうだな、やっぱヒット数だね重要なのは。でここがディストだね。というところで、じゃあディスト城に着きましたので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。